ドトラシニュースです TPP もし完全に加盟したらどうなるか特に農産物その部分の資産新聞に載ってました準新聞に載ってました大多くは50%減から100%全滅そうなるとあの計算結果がありましたね、まあ、非常にひどい結果ですね TPP によって 日本の農業、農業っていうか、この世界から入ってくる農産物がオープンになれば、日本の農産物、多くが打撃を受けてしまう。そういう状態です。弱い状態ですね。TPP、まあ、良いこともあるけど、悪いことあるんですよ。非常にその裏表が激しいんですよね。少しの悪いところ、いいことすごく多くて、ちょっとだけ悪いところがある。そういうレベルじゃないんですよ。半分なんですよね。 い,い部分悪い部分それ特にその農業関係その部分が、まあ、悪い部分として出てきてますねそれ推進派推進派は良いところだけ PR してるんですよあの農業は悪くなるけど他の部分は良くなるまあ果たしてそれがいいのかは分からないですね、まあ、特に農業私は農業の方を取るような 取っちゃいますねあの実際食べるもの。それが近くで作られて、あの近くで消費される。その部分が崩れてくるんですよね。そうすると、まあ環境的にも悪い。あとお金の流れも輸入されれば、それはどんどんお金が出てってしまいますからね。外に、円が。そういう悪いところがあります。まあいいこと。TPP によって、 産業系、まあ、ハイテク系の方は用いとされてます。でもそ、それの、その犠牲が農業の方、そっちの方に寄ってくる。そのことは十分考えといた方がいいですね。それあの日本、その特殊なルールによって多く守られてるんですよ。その部分について、もう今、普通、日本に生活してるからこれが普通だと。 感じてる。でも、これ、守られた結果なんですよね。いろいろありますけど、多くは、大きなものは農業ですね。農産物が、あの、適切に安全に手に入る。その部分は、その部分の一番大きいところは、このやっぱ、関税による壁ですね。海外とかの、誰が生産したかわからないものが入ってくる。そういうことが防げて、 それで地元の,あの安全、安全っていうか、あの、誰が作ったか分かるような野菜を消費して食べることができる。個人としては安全なんですよね。あの、大きなメーカー、あの、お菓子メーカーとか、食品メーカー、そういうところでしたらあの、買う、大量に物を買うから、それを調査するために分析スタッフを買う前に向こうにあの派遣できる。そういう力がありますけど、ちっちゃいところ。 ちっちゃい輸入商社とかにはないですね。買ってみてとりあえず食べてみる。食品それじゃ怖いですからね。そういうことを防ぐために日本で、まあ、優遇された立場で作ってそれを買うことができる。そういう環境を、まあ、生活の安全として必要なのかな。私は考えてますね。あの、農家、完全によって守られてる。外から入ってくるものを守る。それ以外にも 土地地の税金安いんですよ農地ってだから安く、安く農産物を提供できるんです。でもし TPP 入ってくると、この土地の、なんで農日本は農家に土地を安く提供してるんだ。安い税金で使わせてるんだ。そういうところが出てきます、叩かれます。もちろん関税も、関税という壁も取っ払われますね。次にあの 日本、まあ、かつてその車とか全然なかったですそれを普及させる一つの方法として軽自動車という非常に優遇された税金的に優遇されたものを販売することによって国民が車を買いやすくなったそれによってモータリゼーションが普及したそういうものなんですよ優遇されてるんですよ さらに今、車がこれだけ普及してるのに、軽自動車、あります。相当優遇されてますね。あのー、不思議なんですよ。あの、これ本当、海外から見たらオープンじゃない、フェアじゃないって言われてるんですよ。あの、軽自動車と昔のミニクーパー、ローバーミニ。それ、車の車体の大きさ、変わらないか、ローバーミニの方がちっちゃいんですよ。なのにエンジンの排気量が大きい。 それだけで税金が全然違うんですよね。それ海外から見たらおかしい。そういうふうになるんですよ。だからそういうところで日本って知らない間でその日本独自のシステムで国民が守られてる。そういうところがあります。TPP 参戦するということはそういうことを全部捨てるということになるんですよ。自分の身は自分で守ろう。そういうことなんですよね。あのさっきの あの大量に輸入できる人はその安全かどうかを調べるためのスタッフを派遣できるただ一個人が輸入するのにそんなことできるわけないですからねあと一個人が一商店とかが輸入する場合でも無理ですねだから自由だ自由だと言ってる自由っていうのは非常にいい言葉だけど自分にも責任が思いっきり出てくる食べるもの それに対しての安全は誰も守ってくれないから自分で守る。そういう義務も出てくるんですよね。それあと自由。アメリカって非常に自由という国、自由と言われてますけど、自由って責任も大きいんですよね。じあなたが自由に判断したんだから責任もリスクも負います。そういう社会なんですよ。だからアメリカ、あの、健康保険、 自分で選ばないといけないんですよ。入らない、入らないという選択肢もありますね。日本だと強制的に、はい、あの、国民健康保険入ります。だから保障されてます、自動的に。ただ、海外、アメリカは自分で考えれますね。例えば、ジムに行って体を鍛えてる、健康な食品を食べてる人、病気になることはないから保険をかけない。そういう自由もあるんですよ。 あとよくわからないから、月額2万とか3万の保険にかけといて、何かあった時にそれに頼ろう。そういう自由もあるんですよね。あと、救急車を呼んだ時に、救急車を呼ぶために、呼ぶのに、1日前に予約が必要な保険というのもあるんですよ。そういう保険もつ、保険を作るのも、それ調べて保険を買うのも自由なんですよね。自由であり、調べる義務がある。 それが自由なんですよ。自由だから楽しい。そういうわけじゃないんですよね。自由だから知識がいる。そうなってくるんですよ。もともと人って自由でした。大昔は。自由で、例えば隣で誰かがいい家を出したりします。それで、あ、欲しいなと思えば、あの、あなたに力があれば、ドカドカと押しかけてって力ずくで奪うことできたんですよ。そういう自由があった。 あと家、留守中に誰かが来て、そこの家を占拠してる。そういう自由もあったんですよね。欲しければ自由に取れるわけですから。ただそれじゃあ、生活が不安だ。そういうことで、周りで、あの、同盟、あの、隣同士で話し合いして、あの、お互い守りましょうね。お互い、あの、家は奪い合うのをやめましょうね。土地、こういうふうにみんなで決めたから、その区画は、 もうあなたのものですよ。これを周りで村みたいなところで決めるんですよ。そうすると自由はなくなります。欲しいものを取りに行く自由がなくなりますからね。ああ、あれ欲しいなと思ったら取る自由。そういうのがなくなります。その代わり自分が不在の間も他の人に取られるリスク。そういうことないです。あと村以外の人が攻めてきた場合、その場合、まあ、みんなで守ってくれます。 それが大きくなってきたのが国家なんですよね。だから国家作られた理由というのは自由という部分を減らしてもその生活を楽にする。そういうところなんですよ。あの考えんでいいことは全てあの外にやってもらおう。みんなにやってもらおう。そういうのが国家なんですよね。だから自由。自由って非常にいい響きですけど、 本当にすべて自分でできるのかというと疑問なんですよね。ある程度国に守られてるから、やらなくていいこと、それがなくなる。だから自分のやりたいことに注力できる。そういうところがあるんですよ。まあ、私いろいろ TPP 話してきました。でもやっぱ反対なのかなと思いますね。私は。まあ反対賛成。 当然意見あります。でもそれ決めるのに、自分の目の,目の前のこと、それだけ考えちゃいけないと思うんですよね。そうすると平行線たどりますから。それで、利害関係が半々になるんだったら、まあ、進められることでもないのかな。私はそう考えてますね。まあ TPP ネタ、しつこいって言われるかもしれないですけど、あの、よく考えてください。これ重要ですからね。 これからどう,進んでどう進んでいくか。あと今日は秘密動画行いません。では失礼します。